今回は五分形の基本をさらっと見てみます。まずは第一分形の SV、 仕事動詞で作るんですが、 SV だけっていうのはほとんどなくて、就職後の M がつくのが普通ですね。 M は副詞とか前置詞プラス名詞の塊です。 She got to 京都では、 C が S、 got が V、 to プラス京都が M になり、この M は文型の詞別では無視してしまいます。次の第二文型は SVC。 C は保護で、死後がどんな状態なのかを補う語で、 S イコール C という関係になりますね。 C got homesick では、 C が S、 got が V、 そして homesick が C で、彼女が homesick の状態っていうことです。次は第三文型の SVOO は前に説明した目的語で、動詞の対象とかターゲットになっていましたね。 She got a letter from her mother だと、 C が S、 got が V、 そして a letter が O で、何を got したのかっていう対象が a letter になるわけですね。 from her mother は前置詞プラス名詞の塊なので無視します。そして次は第四文型の SVOO。 中学レベルでは give 人物っていう形で覚えるやつですね。他にも tell 人物、teach 人物とかがあって、これは全部人に物をと訳すのが普通でしたね。 Her mother got her a doll だと、 Her mother が S、 got が V で、 her が O、 そして a doll も O ですね。彼女に人形をという関係になるわけです。最後は第五文型の SVOC で、 O が C する、 O が C になるという関係になります。 C got the doll to dance だと、C が S、 got が V、 the doll が O、 to dance が C で、人形がダンスをするっていう関係になるわけです。以上の文型の基本パターンを頭に入れておくと、この文はこのパターンだなと理解のスピードが速くなって、しっかり英文が読めるようになるわけですね。 SVOC は文型の構成要素ですが、 M は就職語で飾りなので、なくても英文の文章自体は成立します。ヨシオランズファーストでは、副詞は M なので、副詞であるこのファーストは除外して考えて、 SV という第一文型の形になるわけですね。次に C got to 京都、これも前置詞プラス名詞、つまり M なので to 京都は除外して考えて、 SV という形になって、これまた第一文型になるわけです。日本語と英語の違いは、日本語では主語をあまり意識しないけれども、英語だとしっかり主語そして動詞をはっきりさせるわけですね。次の場合はどうでしょう。よしおにはガールフレンドがいる。ここでもやはり何々が何々するであるをしっかり意識して考えるわけですね。よしおにはガールフレンドがいるは、よしおは持ってるんだよガールフレンドをと、しっかり SV そして O を意識して、よしお has a girlfriend と書ければ OK なわけです。もう一つ見ておきましょう。春になったね、日本語だと普通ですが、見ての通り S 主語がないですね。これもしっかり何々が何々するであるを意識して、春になったねっていうのは春が来た、つまり Spring has come と表すわけです。次回から各文型をもう少し細かめにチェックしていきましょう。今回は以上になります。